で、この素材は本当昔昔ある生地屋さんとこう研究をして作ってた素材で、先ほど言ったみたいにこうナイロンらしいナイロンではないんですよね。これはどちらかというと、ちょっと天然繊維に近い、ナイロンを作りたくて、で何かというとナイロンの糸って、まあ、厳密に言ったらそんなにこう凹凸がないんですよ。通常で言ったらもうこうノズルがピューッともう丸い、でそれを表面にこうギザギザがあると、まあ天然繊維でもウールでもコットンでもやっぱりこのギザギザしてるのが光の乱反射をしてあんまり光らないとか、それ分かりやすく言ったらこうアイロンバチッとかけて潰したら光が出るっていうのが、やっぱりつるっとしてると光る、ザラザラしてると光らない、あとザラザラしてるのが天然繊維という単純な、そのザラザラをすることによってあまりナイロンっぽくないとかポリエステルっぽくない化学繊維っていうのを作ることによって、例えばこういうアイテムは昔本来はコットンとかコットンナイロンで作ってたもんなんですよ。でそれを MA1 のように、当時はもう MA1 の時はもうナイロンが開発されてて、あれはやっぱりナイロンが合うアイテムなんですけど、やっぱりこの当時はやっぱり、コットンで作られてたアイテムなので、いかに軽くてでちょっと面白いシワが出て面白い色の出方ができてっていうのを考えた時には、ツルツルの化学繊維じゃないものを作りたかったので、こういう糸の開発とかっていうのをもう昔からしてて、もう前やってたブランドからとか、もう15年前とかからこういう素材を使っています。で素材はそういうとこですね。だからナイロンのいいところってシワになりづらい、軽い、ものによったら撥水性があるっていう、いいところもいっぱいあるんだけど、やっぱりイメージ的には普通にツルッとしたナイロンだとちょっと光沢が出すぎるなとかっていうのを防ぐためにこういう糸を使っています。で日本はやっぱり90年代とか初頭はね、トーレ帝人カネボユニチカってもうものすごい化学繊維が世界のトップを走ってたんですよ。でそれをもう言ったら開発するまではやっぱり日本が優れてるんだけど、開発してしまったらどこで作っても同じものができるから、だから海外に全部工場移転して、日本にはねもうほぼ残ってないんですよ。だから多分福岡もそうですし、広島、和歌山、愛媛も昔からある合成繊維屋さんというか化学繊維屋さんって工場がね、確かもうここ数年でもうすごいプラントで作ってたりする、あれなくなってるはずなんですよ。そうっていうぐらいね、もう日本のその技術がもう海外に出ていってしまってるっていう。でもまあこの作り方はね、あんまり海外でないんですよ、まだ。これは日本ですもんね。そうです。はい。そうです。ティールはですね、もう本当にそもそもあったフィッシュテールをずっとやってたんですけど、ちょっと長いなと。うん、ちょっともっとおいしくなって、ズバンと切ったっていう、単純に。なるほど。はい。ちょっと長い。長い長いし、なんか自転車でなんか巻き込まれそうになって、そうチンチンチンって言ってたら、紐のあれがね後ろのスポークに当たっててっていうエピソードがあったから、ズバンとここ数年カットしました。限りなくもう出来上がった素材というか形なので、まあそれの良いところっていうのはもう
ほぼいじってないです。逆にこれをまともにやってたらこうパーツ数と工程数が多すぎてなかなか日本の工場さんでは嫌がられるというかっていうのをまあ真面目にやっちゃってる感じです。あ、逆にで抜くところがねあまりなかったんですよ。例えばまあこういうのでもまあやっぱり意味はあるデザインなのでね、もっと単純にこれ調節できなくてここにカフスだけつけたらどうなのってなるんだけど、やっぱりこれは忠実に復刻してる方がいいなっていうのでほぼ残しています。やっぱりこれの良さは断然3シーズンなんかウールのコートがいらないんじゃないかっていうぐらいあったかくて、でちょうど今みたいにこう春で急にまた寒くなったりみたいな時にね本当に便利っていうのがこれなんですよね。